日本聖教会約聖書は、日本ハリストス聖教会で祈祷に用いる聖書。明治期の翻訳で、新約聖書全巻と、旧約聖書の部分訳からなる。ロシア人聖職者、ニコライ・カサート・キンが翻訳し、日本の漢学者で信者であった、パウエル・ナカイズク・マロが助手を務めた。漢文訓読帳に近い文体で訳されているのは、他の日本聖教会における祈祷書と、 共通している。旧約と新約を全部一冊にまとめたものは未だ刊行されていない。現在の日本のキリスト教で方針例に教派全体で公式に使用されている文語訳聖書は日本正教会役のみである。ただし、文語の聖書を現代人がそのまま読むのは難しいということは日本ハリストス正教会教団自身も認めており、 少なくとも一般信徒の日常的な学びについては、新共同訳聖書や交語訳聖書を用いることを推奨している。方針例に用いる新訳聖書は、福音行と使徒行の二分冊である。半径は B5 班に近くかなり大型である。各方針例に用いる箇所の指定や教文以外に唱える必要のある宿文などを端末に載せ便宜を図っている。 また、方針例には用いられない、ヨアンの目視録も含めて、全書を一冊にまとめた、我が主位スソハリストスの新約というものも編まれている。文書の配列は、福音書、使徒行伝、行動書簡、パウロ書簡、目視録となる。方針例に用いる、旧約聖書は、聖英全文については、方針例などで頻繁に用いるため、聖英行として一冊にまとめられているが、 他の書は、方針例に用いる、必要のある部分の未起動書の消毒箇所に訳してある。72に約聖書にしか収録されていない、第二聖典も、小読みされている部分がある。聖営業は、聖営150篇を二十のカフィスマに配列し、公営三紙を挿入する位置を指示している。座って読むだけの書ではなく、祈祷に用いることを念頭に置いた書であると言える。 150編の区切り方は、マソラ本文ではなく70人分けに従う。また150編とは別に、ダビドの作と言われる一編を刊末に収録する。これは7十人約聖書に習っている。学校制度が整う、以前の信者は、生営業を初等国語の教本にしており、すべて暗記するほどに身につけていたという。以下に現在手に入る番についての情報を記す。他、 上実する方針例用の二書が刊行されている。ありがとうございます。